ジョン・クインジー・アダムズ聖火は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、クインジーにある、ソルトボックス型の歴史的邸宅。1767年、第6代アメリカ合衆国大統領ジョン・クインシー、アダムズがここで生まれた。ジョン・アダムズが、アメリカ独立宣言及び、アメリカ独立戦争を通じて合衆国建国に、尽力していた頃、アダムズ一家が住んでいた。ジョン・アダムズは、 敷地内で75ィート離れた場所にある。両邸宅はアダムズ国立歴史公園としてアメリカ合衆国国立公園局により創業され、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。木造2.5階建てのソルトボックス型の邸宅で木製下ミータで改装をなしている。中央の煙突に沿って1階と2階にメインの部屋が2部屋ずつあり、 他に1階の屋根が斜めの部分に小さな部屋が2部屋ある。ファサードは3柱間の幅となっており、中央に扉がついている。出入口の扉は付け柱で囲まれ、上にはエンタブラチュアと三角形のペディメントが施されている。南東側にも似た扉がついている。所有者が変わるごとに改築が施された。1663年頃、煙突と、 各階一部屋ずつからなる最古の部分が建てられた。1744年、ジョン・アダムズ・シニアがこの邸宅を購入し、煙突を挟んで反対側に部屋を増築したとされる。1761年、後の第二外大,大統領となる、息子のジョン・アダムズに邸宅を引き継いだ。1764年、ジョン・アダムズが入居し、その頃差し掛け屋根、ドア枠、 第二で入り口が追加された。1783年までジョンとアビゲイル・アダムズ夫妻はこの邸宅に居住し、その後賃貸とした。1803年、ジョン・クインジー・アダムズがこの邸宅と隣のジョン・アダムズ聖家を購入し、1805年から1807年までここに居住した。その後周辺の土地が売却されていき、1885年まで賃貸となった。 1895年、チャールズ・フランシス・アダムズ・ジュニアは、クインジー歴史協会本部としての使用を許可した。1940年、アダムズ家は邸宅を、クインジー市に売却し、歴史協会が借用し続けた。1960年12月19日、両邸宅を含む、歴史公園がアメリカが修国国定歴史建造物に認定された。現在この2件の邸宅は、 アダムズ国立歴史公園の一部となっており、アメリカ合衆国国立公園局が管理している。ジョン・アダムズの後の邸宅ピースフィールドが数マイル離れた場所にあり、両大統領及びその妻は、ユナイテッドファースト教区協会に埋葬されている。7歳のジョン・クインジーと共に、アビゲールがバンカーヒルの戦い及びチャールズタウン大化を見ていたと、される近くの丘は、 アビゲイル・アダムズ・石塚と呼ばれている。これらは全て一般に公開されている。2008年のテレビドラマ、ジョン・アダムズの最初の数エピソードにこの邸宅が登場する。ありがとうございます。